さんの24時間の中の12時間ぐらいカメラ回ってますかね。12時間は無理ですけども、8時間8時間ぐらいは回したと思いますね。24時間のうちの3分の1は後藤さんの履歴が人が代わり代わりで回ってると、はい、回しましたね。すごいですね。まあ、あの1日24時間の公演グラフだと、まあ、8時間の3分割みたいなものがもともとあるじゃないですか、8時間仕事して仕事とか、ね、寝るで8時間寝て残りが余暇ということですから、で私の場合仕事と余暇合体して16時間もともと働いてるんですけど、院長は何時間シフトですか。もし9時24時だとでも8じゃないですかね。多分9時24時16時間15ですね。15ですね。16です、ね、どうやると16になりますか。8時間8の3分割をやってるんです私は。8時から8時8を2シフトやるから16人です、うんうん、それってそうすると例えば1時に寝て8時に、ああ時間は決まってないです。時間は寝たい時に寝て、でショートスリープなんです。2時間か3時間を1日に2回寝てるんです。ああいい感じな。じゃああれですね、1日になんか3回あるみたいな、なんか1日が8が3回、8の3回を自由に自由にフレックスなんですよ。なので大体のパターンは、3時か4時が仕事の終わりなんですよ。午後3時か4時で、もう今日やらないって感じなんですよ。そこまでもう全速力で夜中から突き進んでいく感じですね。大体何時とかですか？12時前、パターンだと、3時4時で辞めて、でもう5時ぐらいに風呂入って、それで5時ぐらいにもう、気持ちいいなっつって、なんか強い酒をガンガンと2杯ぐらい飲むと、もうそれで寝るんですよ。ちょっと11時ぐらい起きるんですよ。いや、もうあまりにも早起きの人が、もう5時4時3時が12時って聞いたけど、もう11時頃なんですよ。まだ気づきますね。で11時ごろに目覚めたし、酒もそのショットでカッて強いのだけ飲んで残ってないんですよ。そうするとベストなのは電話が一本も鳴らないんですよ。で夜11時から朝の6時まで7時間ぐらい全部編集やっちゃうんですよ。で朝6時にまた来るんですよ。でそこから、今日は何のスケジュール？5時、6時ぐらいでちょうど2階のお昼、あのお風呂みたいな感じですね。そうですね。ほんで、午前中のスケジュールどうだった、午後のスケジュールどうだったって確認をすると、じゃあこの辺り、この辺りって感じで来るんで、で、明るくなって、人が行動し始めたら撮影に出る。いい感じのリズムが。ほんで、午後の2時か3時で、もう終わりにしちゃう。流れのリズム。前の日に撮ったのが次の日の朝に編集しやがってるからみんなびっくりしてるんだけども、だけど俺は寝てるんですよ。なるほどね。その3時4時ぐらいからので一回寝て11時からのそこの時間にもうなってる、そうすると何も辛い思いしないで寝て起きてフレッシュな状態でビシッと編集して、で朝一でメールを送るといつ寝てんのって言われるんですけど、あなたと別れた後すぐ寝てるんだったんですよ。いろいろやった結果そこにたどり着いたんですね。はい、要するにあの現場本気でやるんですよ。もう一個も休憩もしない、飲まない、トイレにも行かないみたいな本番の撮影をやると、終わった瞬間秒で寝るんですよ。わかるかも、わかるかも。そうするともうその時点で仕事をするとグダグダになっちゃうんで、終わったっつったらもう終わりにして、で目が覚めた時から再開っていうことなんですね。まあ例えば、まあ、後藤さんと僕もね、なんかお互いね、あれですね、あの結局人に会ってる、僕も患者さんに、後藤さんもその取材先の人に会って過ごしてるな。ね、いう感じがしますね。だから、あの要するに人は入れ替わっていくじゃないですか。そう、ね、でこっちは、そのチャージ 100% のフレッシュな状態から、だんだんバッテリー減っていきますよね。でも人は入れ替わっていきますよね。そうすると100% 望まれますよね。で電池の出力もそのある程度落ちてきてても最後は踏ん張って出しますよね。
と最後本当にゼロになりますよね。電池の性能としても最後まで一定の電圧を出し続けられるみたいな。だからみんな私のではお疲れ様でしたと帰った後すぐに寝てるとは思わないテンションで帰るんですよ。あ最高だったらイエーイって言って帰るので、その後にもう風呂入ってるとは思ってないんですよ、うん、やっぱでもちょっとそこでねお風呂でねリラックスタイムっていうかね、はい、ちょっとこう周波数を整えてるかもしれないですね、はい、まあ突っ走っていって例えば徹夜とかそういうことをやればできますけども、短期はいいけどやっぱりね長く健康も込みで、そうなんですよ。じゃあそれを、うん、継続することは不可能なんだし、うん、だとするとサスティナブルなパターンを作り出すしかないですよね、うん、だって院長もそうじゃないですか、うんとね、僕ほぼだから365日働いてるとして、たまに、まあ、かりんさんの前行くなりっていう、ここにいない時の方が疲れちゃうんですよね。ずっとエアコン効いてるここの場所で、車移動もなく、いつもの同じリズムの方が、普段何も外でしないもんだから、いろんな予定詰め込みすぎたら、そっちの方が疲れちゃって。それもね、しなきゃいけないの、たまってきますよね。そうね。っていうのもあるけども、そういうのなしに、ずっと一定の、もう、ここにいる方が、リズムを取れてたりとか。商店街のお父さんお母さんみたいな人は店があって、うん、で奥家じゃないですか、うんうんうん、それでもう食住近接っていうんですか、うん、その一日のうちほとんどその店、うん、仕事に携わっていて、うん、昔なんか週休2日とか明治だったし、うん、まあずっと仕事してるような人たちいましたよ、ね、うんうん、そこにいるのが、うん、当たり前で、だからそのね就職というか仕事を選ぶっていう時にね、ね、あの好きな。